どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。TEO ことテオです。今回からこちら、バイオハザードシリーズなどを手掛けました、三河真嗣さんが新たに送るサバイバルホラーゲーム、サイコブレイク。こちらを、初見ながら実況プレイさせていただきます。というわけで早速、ゲームを始めさせていただきます。で、最初にちょっとオプションの方を見て回ってと、で、まあ、とりあえずこれぐらいにしておいて、ボタン割り当てがありまして、最初は初期設定でタイプ A となっておりますが、私はタイプ C をやって、操作していきます。まあ、タイプ D までありますが、タイプ C でやっていきます。で、ちょっと音量を少し上げまして、こんぐらいかな？よし。それでは、早速、ニューゲームから始めさせていただきます。あ、最初は明るさせて。うん、60ぐらいで大丈夫でしょう。難易度。え？あー、なるほどね。そういうこと。比較的弾薬が多い。こっち、簡単に言いますと、上の、キャスある。これサバイバルだな。多分。英語の読み方わかんないから。で、簡単に言います。こっちが、この一番上のがイージーで、ノーマル。かな？ホラーは好きだけど、アクションは苦手な人向け。標準アシストは有効になる。比較的弾薬が多い。おう。弾薬は上がる。いいね。で、こっちが本来の難易度。恐怖に打ち勝ち、生き延びろと。まあ、ホラーは好きだけど、アクションは苦手な人向け。いや、別にアクションは苦手。手ではない方ですので、こっちのゲーム本来の難易度をやっていきたいと思います。でね、注意記号が、左に書いてありますが、設定した難易度を上げることはできませんと。難易度を下げる場合は、チャプターの始めからやり直しになりますと。いいね。もう一つ注意記号ありますが、絶対死なない。死なずにクリアするなんてことは絶対いたしません。私だって、多分死ぬときは死にますんで、そこのところはよろしくお願いいたします。それでは、こちらのゲーム、本来の難易度、サバイバルかな？読み方として。お、こちらの難易度でやっていきます。さあ、一体どんな どんなもんになるかな？しばらくローディングには時間がかかりそうだ。電車応答、コード3、緊急応援要請、ビーコン精神病院です。こちら184、コード3、3分で行く。184、了解。すみませんね、お疲れでしょうが、署に戻る前に寄り道です。緊迫してますね。暴動ですか？刑事さんたちを拾う前に聞きましたが、大量殺人のようで、もう何台も現場に向かってます。きっと患者を切り刻んだとかいう、イカれた医者の亡霊ですよ。ただの噂です。怖いわ。患者が失踪した事件は何件かあったようですが。あ、そうなんだ。何にしろ、君悪いですね。どうやら前にそういう事件があって、ジョセフ、そういう話は聞いているようですね。どうでしょうね。当時の記録は隠されてますから。ジョセフ。病院にいる各社、応答を。イケメンだな。こちら184。こっちはダンディ。カスティアノス刑事だ。現場の状況はどうだ？184。
あ、カスティアノスじゃない、カスティアノス、カスティアヤノス。聞こえない。あ、おっと、ノイズが来たらさ、運転大丈夫？あーっと、しばらくムービー中は気になること以外は、まあ、何かわかるか？まだこと以外は、ちょっと黙ってますね。すいません。あれ、女の人の名前見に忘れたわ。ダンディ、かわいい。コネリ、本部に状況を報告しろ。ジョセフ、キッド、行くぞ。中を調べる。了解。どう？お、早速ゲームプレイ。おお。なんか歩くたび、なんかカメラワークがちょっと傾きますね。これはちょっと臨場感っていいかも。で、どうすると？とりあえず調べておけばいいのかな。銃器はすべて持ち出されています。全部カラーだね。この車はカラーだね。いないね。救急車も来てんだね。結婚や断婚はないようです。ここでドンパチやったら困るんだよね。困るのか。これが病院？結構立派な病院だね。どっちかっていうと本当に修道院っぽいっちゃっぽいね。じゃあ早速中へ入っていきたいと思います。どうした？血の匂いです。あ、マジで？分かってる、気をつけろ。ジョセフ、早速じゃ、おお。中を調べる。誰が来てもここを通すの。私も役に立つ。早速機体が来た。ほらと、バックアップを頼む。え、何が起きたんだよ、おい。大量殺人。どんな大量殺人だよ。あ、びっくりした。一瞬布でもかぶされてるのかなと思ったら、髪の毛でした。聞こえました？ごめん、聞こえない。生存者です。あ、生存者？マジで？よし、向か。すっげえな、おい。うわ、なんだこれ、グロ。うお、大量殺人。うわ、ナースの人まで。ここまで血が滴ってんだ。おっと、製造者のところへ。大丈夫か？何があった？そんなはずは。どうした？まさか、ルビクは。リビク、任せて。監視カメで何かわかるかもしれません。オッケー、わかった。じゃあ監視カメラ見て何が起こったのかちょっと調べてみます。おっと、警官さん、何が起きたんだか。おっ、スキップじゃない。てか早っ。何なんだ早っ。え、こっち見た。え、嘘だろ、嘘だろ。は、早いっていうか、え、何あいつ。
死だらけ。てか、ちょっと待って。え？ちょっと待って、え？ちょっと待って、何が起きたの？おい。待って。待って、これもしかして宙づり？嘘だろ。え？ちょっと待って、唐突すぎて何が起きてるのか。え？あれ？あんた、生き残ってんの？え、何これ。ちょっと待って、なんかやってる。橋の方で何かやってる。何？やばい。なんかやばい。なんかわかんないけど、やばい。あ、ちょっと。いや。うわっ。え、何？え？やばい。いや、こっから抜けないと。抜けないと。よっしゃ、取った。ナイフを。ナイフ取った。よしよし、来た。おいた。さっき操作方法のところを見てよかった。わけのわからないまま宙づりにされまして、目の前で解体作業されてます。いや、やめて。 OK、 分かったから。これは音立てたらまずいし、もういいや。やばい、こっから早く逃げないと死ぬ。鍵？嘘？鍵さ、探さなきゃいけないの？え？どこ？そんなのありかよ。こわ。あ、あった鍵。あれか。よし、今だ。鍵を取ってと。見てくれ、見るなよ。はい、はい、鍵、とりあえず鍵サバ。おい、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 ちょっと、うわっ、やばい。おそらく、そんなのありですか。抜けました。でね、さっきのね、死亡シーンはね、あれなんだよ、視聴者さんにね、あのタイミングを間違えると一体どうなるかというのを見せたかっただけで、決して私のミスではありません。洗礼受けたとかなんかは言ってますが、私のミスでは、ミスではありません。ちょっと待って、早速ですが、何これ。ちょっと待って、ワイヤーがあるな。これは触ったらあかんやつ。だけど、これ、行かないとダメっしょ。なんかあるはずら。それにしても武器ないんだな。やばいって。とりあえずちょっと先に進もうかな。これ、これは、おっと、これは進んでイベントの方向でしたか。あ、やばい、逃げるんだ、走るんだ。お、奥にある。嘘、ちょっと待て、それはないって。うわっ、やばい、早く、しないと。嘘、
ちょっと待って、ちょっと待って、そんなのありだよ。お、ここに鍵。おっしょっすごー。やばいやばい、嘘。こんなのあり。痛い痛い。うおほ、血だまりだ。なんだよこれ、死体処理場。やだよ。しかも足怪我した。あれはねえよ。はしごも登んのも一苦労。やばい、こいつはさすがにまずい。まずいまずいまずい。これ、あそこか。ふざけんなよマジで。今のはひどいのを見た。開けて、よっしゃ、チェックポイント追加。これはどっちだ。あっちっぽいけど、こっちかな。こっちに何かあるか。あ、いない。はい、戻る。マジで太いね、足怪我するときは。え、なになに、やばい、なんか来た、なんか来た、なんか来た。あ、違う違う、スニークリングね。やばい、早く逃げるとまずいかも。でもなんか来てるような気がするんだよな。いなかったけど。やばいやばいやばい、走るんだ。え、目の前になんかいない。あ、何もいない。うん、大丈夫、何もいない。こっちだな。これどこ？え？え？ちょっと待って。ここは積みゲー？これまっすぐやん。なんだ、フェイクかよ今の部屋。やばいやばい、でもなんかやばい。出口はどこだ？どこだ本当に。何？古い初期？地下水路の先にある閉じられたゲートの脇のはしごを呪べ、9秒と抜ければ外に出られるエレベーターがある。お前なら逃げれる。さあ自由を手に取るんだ。オッケー。誰が来たんだ。ありがとう。あれか。え、ちょっと待って。おう、鍵。あそこら、あそこに鍵があるはずだ。あれがエレベーターか。あ、こちら、え、はしごっつってな。こっちかな。いやーもう、はしごを登るのも、一苦労や。剣装で来てきたんだよ、あれ。やだなー。よし、ここかな。お、なんかファイルある。またファイル。ドボイラ室。彼があの男を選ぶた。うん、割愛。今のファイルを読みたい方は一時停止をして読むようにしてください。よし、というわけでチェックポイント通って、まあ時間的にもそろそろいい頃合いだと思うので、今回はここで終了させていただきます。ではサイコブレイク、また次回お会いいたしましょう。それではまた、バイ。